アメリカのバイデン大統領は24日、ロシアが侵攻を続けるウクライナへの支援を含む緊急予算に署名しました。バイデン大統領は演説でウクライナに向けて直ちに装備品の発送を開始すると表明しました。 バイデン大統領が署名した緊急予算のうち、ウクライナ支援にはおよそ608億ドル、日本円で9兆4000億円が当てられています。バイデン大統領は、ウクライナには勝利への意志があるなどと述べ、弾薬や装甲車などを今週末、ウクライナに届けることを説明しました。また、成立した予算には、中国系動画投稿アプリ TikTok について、 アメリカでの事業を最長1年以内に売却しなければアメリカ国内でアプリの配信を禁止する内容も盛り込まれています。